10億れ !10 億れ !10 億れでは、どんなもんじゃい、うわー、どうだ ?It is 2!2!2!2023 PSA 鑑定3月分開封します。いやー、帰ってきましたね。 PSA 鑑定今回早かったですね。私去年も出したんですけども、去年はね3月に出して帰ってきたのが12月なんで9ヶ月かかったんですけども、今年はですね PSA さん3月に出してなんと8月に返してくれました。5ヶ月になりましたよ。9ヶ月が、いやー変わりましたね。 PSA さん激変じゃないですか。デビュー当時のアスカキララと今のアスカキララぐらい違うじゃないですか。素晴らしいですよこの速さは。やっぱ9ヶ月っていうのはもう約ほぼ1年なんで、結構ネックだったと思うんですよ。 PSA 鑑定やるにあたって早く帰ってきてほしいなって思うじゃないですか。いやーこれはね素晴らしいですよ。でなんか今度から日本支社ができたんで帰ってくるのがもっと早くなるとということでね、気軽にね利用できるようになりました。これ素晴らしいですよこれ。で、まあ、そもそも PSA 鑑定とは何ぞやという方もいらっしゃると思いますので、私小道寺こと金玉が、説明させていただきます。まあ、PSA 鑑定っていうのは、まあ、お金を払ってですね、そのカードが本物か偽物かというのを鑑定していただき、さらにカードの表面の状態やセンタリング、サインの乗り方などを総合的判断してカードに点数をつけてくれるという、そういうサービスなんですね。まあ点数が、まあ、10点満点になりまして、まあ高ければ高いほどカードの付加価値も上がっていくということでね、まあ自分のコレクションのこう質をね高めるために使う方が多いんじゃないかと思います。まあ、やっぱこのケースに入ってるっていうだけでなんかこうなんかいい感じなんでね、とてもどうですか、なんか良くないですかこれ。これは去年私が提出したやつなんですけども、いやいいでしょこれ、めっちゃいいでしょ、なんかいいでしょ、なんか。でまあ料金の方なんですけども、1枚3000円ぐらいで鑑定できます。まあ、ただそれも相場が4万円か5万円ぐらいまでのカードだけでして、これを上回る高額なカードになると10万とか300万とかかかったりするようなこともあります。まあ私はね、まあ私というか、まあなかなかそういうカード持ってる人いないと思うので、まああんまり気にしなくていいかなと思いますね。で私去年はですね、まあ、10枚提出したんですが、今回はですね気合入れてというか出したいカードがいっぱいあったんで17枚も提出してしまいました。はい、その結果ですね、なんと鑑定料がですね6万円の鑑定した。請求書来た時おしっこちびりましたね。こんなにかかると思ってませんでした。あれてかこんな出したっけみたいな。6万あったらね2回いけるよね、間違いなく。のことは言いませんが、まあもちろん A 案のカードよりすぐりの A 案を A 案の水を提出しております。なんで PSA さんもねそこ分かってらっしゃるみたいで、見てくださいこれ、その上に荷物置かない、下積み現金大切にお届けしますと非常に大事に取り扱っていただいてみたいで、本当ありがとうございます。まあ箱の右下に穴開いてましたけどね。まあ全部PSA10 にしてくれてたら、まあこれに関しては目をつぶりましょう。あとですね、箱がなんかビリビリにこのなんか剥いだ跡があるのはですね、あの私の個人情報の証拠を隠滅しただけなので、まあ気にしないでください。これはあのこれは PSA さんがやったわけじゃないんで、まあ穴も PSA さんがやったわけじゃないでしょうか。で今回のですね17枚のカードをざっと総合計算したところですね、総額なんと20万円分にも上っておりました。なんで今回結構気合入れて開封したいと思いますので、早速開封していきましょうか。さあもうじゃあ行きましょうか。これね去年はねなんか去年はというかまた毎回そうだと思うんだけど、梱包材がねなんか敷き詰められてあって、緩衝材か、あ去年はなんかそれがなんかね金玉の中身みたいな緩衝材で詰めてあったんです。今年どうなんでしょう。あこれ入ってる金玉の、これ金玉の中身だろこれ、どう見ても買って全然赤、ああマジか、マジで答えこれ何、よーし開きました。でドガーンと、お2箱に分かれております。2箱に前回ね10枚しか出してなかったのもあるんですが1箱しかありませんでしたが、今回2箱あります。2
2箱の間に金玉がサンドイッチされてるという感じで、これどっちかが多分ねレギュラーサービスで、あ、重い、左の方が重い、右の方が軽い。おそらくですね、こっちが私がね特にええやんと思ってる2枚なんで、こっち後回しにしましょうか。で、あー、これちょっと個人情報なんで、これ後回しにしよう。あー、やばい、また個人情報の塊みたいなのも申し込み用紙ですね。よけときましょうか。じゃあまずこっちからですね、こっちからこっちの重厚品を含めるこんな感じですよ。まあ、みんな金玉の中身見たかったら PSA 鑑定申し込みましょうね。はい、よいしょ、よいしょ。で、ここにね、ガツガ私のね名前やらなんやらいろいろ書いてあるんで、これは全部ねアダルトビデオ仕様にします。でですね、これをスパーッと開けるとこのようにね、こうなんかガーゼみたいなのが入ってます。これなんか潮吹きさせられるときに使いそうな、なんか薄いガーゼみたいなのが入ってます。いいですよ、これはね。まあ私はガーゼ派ではないんですが、普通にまあ甘いや、やめとこう。で、これね結構多分申し込み書の順番ぐらいになっとるんで、順番としてはですね、遊戯王、メジャーリーグ、プロ野球という順番でいこうと思いましたので、まあそこだけご理解いただければと思います。でですね、この PSA 鑑定はですね、なんか隠してあるとかないんで、もういきなりね点数がバッてバレちゃうんですよ。で、気まぐれクックとかね、お嫁さんとかに点数のところに付箋を貼ってもらってね、それを剥がすっていうやり方をやってらっしゃるんですけども、ちょっと私そういうことしてくれる方がおりませんのでね。この前ね、ちょっとエッチなお店に行った時にですね、ちょっとこれ PSA 鑑定にさ、この BBM の PSA 鑑定にこれちょっと付箋貼ってくれんかね、そういうオプションないかね、聞いたらですね、ちょっと出禁になってしまいましたので、ちょっと今回もね、自分の指で隠してそれをパッと離すっていうアナログなやり方でいきたいと思いますので、そちらもご了承ください。ね、まあ開封するにあたってね、この前素手でやったらね、なんか手の湿気がこう PSA のケースに伝わって、なんかめっちゃ見栄えが悪かったんで、ちゃんと今回は最初からね、なんかオプションで付けれそうな手袋をしてやりますので、見栄え良くなると思いますのでね、指紋とかね気持ち悪さがなくなるかと思います。さあ、では行きましょうか。一発目、まず一発ぶちかましましょう。まずオープニングアクトこちらになります。ドカーン、2023遊戯王レアリティコレクションのね、金マンで謙虚な壺のリズマティックシークレットレアです。はい、こちらですね、モノボックスでね、なんかいいのが出ると、なんか春裏とか女の子系だったかな、10万とかそんぐらいしたんで、じゃあ大谷引き換え券にしようっつって開封したんですがね、そしたらこちらが出てきました。まあ壺系は私も欲しかったんで、強欲で謙虚な壺が一番強かった頃に遊戯をやってました。あれが5000円ぐらいでね売買されてた時代に遊戯をやってました。もう今のはさっぱりわかりません。で、こちら一応進行価格、まあ進行価格というか一応出してる点での相場が5000円でありました。これがですね、まあいきなり PSA10 取って非常にいい出だしにしたいと思いますので、お願いしますよ。いきます、まず PSA 天だろ、天ぬ天ぬ天ぬ、素晴らしい出だし、これはいいんじゃないか、めっちゃ良くない、これバチクソ綺麗やん、しかも最高の、これ見てくれ、この神々しくないか、この PSA 点。いいね、いいね、いいね、いいじゃない。俺でも1万円ぐらいになったんじゃないか？あー、いい出だしでしたね。で、あ、遊戯はもう終わりです。次からメジャーリーグ行きます。いきなりヘビーなやつ行きますよ。ドーン！大谷翔平！トップスクローム。ルーキーカードでございます。いやー、これはね来ましたよ。大谷さんはねちょっと1枚出しておきたいなということで、こちらを選ばせていただきました。どうですか、この大谷さん、クロームです、クローム。裏面もねこちらになってて、日本時代の成績載ってますね、日本ハムの。でこちら3月時点で一応6000円でね申告価格出したんですが、なんか今もっといってそうな気がするんですよね。1万ぐらいいってるような気がしますが、ルーキーカードのクロームなんでね、まあそれなりにするとは思うんですが、まあこれでね PSA 10取ろうもんなら家が建つは、まあ言い過ぎですね。さあ、ちょっと頼む、マジで大谷で PSA 10取りたいのよ。ルーキーよ、しかもルーキーでね、クロームなんでなかなか PSA 10取りづらい、そんな中で PSA 10取ろうものならすごいことになると思う。すごいこと、すごいこと、すごいことになる。うわー、キューカー惜しいなー。
うわいやー惜しいなー。いやこう割とね状態良かったんで期待しとったんですがね、まあ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 9ならいいか、9ならだって2018って冷静に考えてみ、5年前のカードが PSA9 いいじゃないですか。俺もヤフオクで買ったやつですよこれ。本当って多分1000円か2000円くらいで買ったやつですからね。これはまあまあまあ十分でしょう。さあ続いて3枚目いきましょう。どんどんいきましょう。ズドカーン。はい、大谷ときたらトラウトでしょ。やっぱりマイク・トラウトのトップスクロームのなんかええやんですよ。これ地引きしましたからね。これね最初パック開けた時にね裏返って入っとったんですよ。こうやって入っとったんですよ。いやもう絶対サインだと思いましたよ。メジャーリーグのカードで裏返ってたらなんかサインだというなんか先入観があったんで。まあでもこちらのカードもねなかなかやっぱりスター選手の99シリクローム珍しいパラレルということで7000円で申告しました。これはね10取りたいな。やっぱさっきの大谷のトップスクロームで9だったんで10取れんかったんで、いやーやっぱり取らせてほしいね。大谷の敵はトラウトが取るということで、トラウタニで PSA9 揃い踏みとかじゃなくていいぞ。トラウト翔平ももちろんすごいけど俺もすごいんだぜっていうところを見せてやってくれないか、やってくれないか。よーし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 よー。いやだって状態良かったもん。地引きしてすぐマグホに入れましたよこれは。いやートラウタニ翔平もまだまだだなと。俺は PSA10 翔平は PSA9 複数年契約も俺の方がまだ年数残ってるぜっていう、そんななんか顔に見えてきましたねトラウトそんな嫌なやつじゃないんで絶対トラウトは誤解しないよ、誤解なきようにお願いします。さあ4枚目いきましょう。こちらもメジャーリーグのカードになります。こちらも超大物ですよ。いきます。ドーンドーン。元内閣総理大臣菅義偉です。はい、まあ、一応メジャーリーグのねボックス開けたらこれが出てきたんでメジャーリーグという分類にさせていただきました。どうこの大谷トラウトと来てからの菅、大谷トラウト菅の並び信じられんだろ。で来年はドジャースでベッツ・フリーマン、大谷・トラウト、菅の並びが見れるかもしれない。こんな感じでね、ミニカードも、まあ、PSA 鑑定できるんで、皆さんこういうね、菅総理とか出したいときはね、思い切って出してみるのがいいんじゃないでしょうか。で、まあ多分ね、まあこれはもう、鑑定に出してるの、俺ぐらいしかおらんだろうと思って、まあ、実質ワンオブワンになりますよね。これ何点だろうともワンオブワンになると思うんで、ヤフオクに出すときは、ワンオブワン表記で出してやろうかなと思います。あれ、マジやめてほしいよな、なんか。PSA 8点が世界に1枚しかないんでワンオブワンみたいな書き方してるやつ多いけどさ、あれ知らん人から見たら騙されるから、あれはちょっと気をつけてください皆さん買うときは。あと携帯料金の値上げにもね気をつけてください皆さん。だいぶ楽に見れるわこれは、大谷トラウトと比べて。何のためらいもなくこんな感じでいけるよ10点なんだこれ、なんかやだな、なんか菅総理が10点で後のなんかもっといいやつが9点とか8点だったらなんかちょっとイラッとするかもしれないまあ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 、去年一昨年ぐらいまでね日本を率いてくれたのでお疲れ様でしたということですね。はい、まだまだメジャーリーグのカードあります。こっからはねもう完全に私の趣味ですね。いきますとか、鈴木誠也のボーマンクロームルーキーカードですね。はい、まあこれはパラレルとかなくてベースカードになるんですが、まあでもね、なかなかいいですよ、これ状態。だから大谷が今、ボーマンクロームのルーキーカード、ベースカードでも、PSA 鑑定済みのやつだったら結構3万とか4万とかいってるじゃないですか。そのボーマンクロームのカードです。聖夜もね、だんだん調子を上げてきてるんで、このポストシーズン争い、9月に入って8月からずっと調子がいいですね。地区首位の座も狙える、素晴らしい位置で今、聖夜頑張っております。そんな聖夜の、ボーマン、最初に出たカードのボーマンクロームの PSA 10は、いや、9か。いやー、ちょっとまあ10がな、めっちゃ出よったけえな。まあまあまあ、まあ9か10の、まあ9も10も正直違いはわからんのだけどな。まあまあ、そんなに、まあ私を売る予定はないんで、まあ別に、高得点だったら、まあまあまあ、ええやん。
はい、続いてもドーン、せいやのね、なんだったかなこれ、シリーズ通貨1のシルバーパックから出たね、ルーキークロームカードです。こっちの方がね、私はデザイン的に好きなんで、高得点取りたいですね。いやー、こっちの、こっちが10だったらいい、ボーマーよりこっちが10だったら許され、許され、10、はい、もうじゃあカブさんもう地区優勝して、ディビジョンシリーズもチャンピオンシップシリーズも勝って、ワールドシリーズ行って、ツインズでマイケンと対戦します。いやー素晴らしい、いやこれは嬉しいね、聖夜で PSA10、 前回のルーキーエディションプレミアムに続き、素晴らしいじゃないですか。はい、そろそろ皆さんね、おい、サインカードまだかよ、エースカードばっかり見飽きたんだよ。こっちはサインカード見せろよ、この変態小道寺陰謀低賃金ブラック企業断面陰謀玉金臭すぎド変態野郎と思ってる方もね、いるかもしれません。まあ見してやりますよ、そんなに言うんだったら。サインカードこちらで、はい、まだまだ聖夜祭り続きます。鈴木聖夜のルーキーサインカードですね、プリズムです、パニーニの。これいいでしょ、普通にデザインもいい。まあパニーニなんでちょっとロゴがないのがね、このようにトップス違ってロゴがないんですよ。その分まあカードのね相場も安くなったりするんですが、まあ全然いいです。聖夜のサイン持ってなかったんで、これ私が初めてゲットした聖夜のサインカードです。いやー、そして今大活躍しているということで、聖夜のルーキーサイン、もうさっきのベースカードは別にいいわ、点取れんでも、サインカードで点取れたら最高。しかもこれもクロームチックなカードですからね。いきますよ、サインカードで鈴木誠也のサインカードで PSA10。 あー難しい、難しいよ、難しいっすわこれ、なんか難しいっすわ。まあ9なら別にいいか、まあ9は最低ラインだね、ちょっとそこは外したくないな。はい、そしてそろそろ誠也も終わりだろうと思ってるそこのあなた、甘い、シティヘブンに乗ってる年齢が本当の年齢だと思ってる人ぐらい甘いね。それはまだあるんすわ。しかも今度はルーキーサインカード、しかもオンカード、そしてジャージも付いとるというね、このルーキージャージサインカードでございます。これいいっしょ、これめっちゃいいっしょ、これナショナルトレジャーっていうパニーニの最高級ブランドから出るサインカードです。こちらもでも1万5000円ぐらいで買いましたよ。いやー、でね、これめっちゃ分厚いんですよ。これ見てください、これ。右がナショトレで、左がさっきのプリオリね。ちょっと分厚いでしょ。で、こっちの方がもちろん PSA10 取りたいんで。取りたいんですが、ちょっとね、これちょっと裏面をご覧いただきたい。これね、私ね、買ってから気づいたんですけどね、これ。ここ。わかるこれ。わかるかな？ここにね、ちょっと線傷が入っとるんですわ。これね、いろんなこの同じ方の聖夜のナショナルトレジャーのサインカード見たけど、どのカードにもこの縦線傷が入ってるんですよ。多分なんで製造工程でのミスだと思うんでね、まあここはちょっと考慮していただきたくないなっていうのがあるんですよ。まあ PSA はね、裏側あんまり気にせんっていう噂もあるんで、ワンチャンね、まあこれは正直10は取れんと思いますわ、言うてしまえば。9よかった、9、まあ7、8が現実的なラインなんじゃないかと正直思ってます。分厚いしね、カードも。カード分厚かったらやっぱ傷もね、その分つきやすいんで。なかなか高得点取るの難しいんで、高望みしません。高望みしません。8、9でいい。8、9でいい。8、9でいいんで、とか言ってますけど、本当は10欲しいんですよ。9!9! ええやん !9 はいいよ、これで9はいいよ、10じゃないけど9はいいよ、これ。9はいいよ、これ。9はええやん !9 でええやん。いやいや、これはね、すごいよ、これは。裏面のあの傷があって9だけどね、やっぱり裏面見んないんだな、 PSA は。表がめっちゃ綺麗だったら裏になんか陰毛とか貼ってあっても PSA10 取れるかもしれない。いや、ええやん、これはマジで嬉しいわ。ちょ、マジでちょっと本当ポストシーズン楽しみですね、カブスは。はい、じゃあ次のカードいきましょうか。まだまだメジャーリーグ続きます。続いては日の丸を背負い世界に立ち向かったこの男でございます、ヌートバーのルーキーサインカードですね。はい、トップスクロームブラックというね、ブランドのやつです。いや、まあこのね、トップスクロームブラックっていうボックスはカードがマグホに入って出てくるんで、まあ私マグホから取り出して PSA 鑑定出したわけですけども、マグホに入っとったんで、まあ状態はね、いいはずなんですよ。これ eBay で1枚ぐらいで買ったんですけども、ルーキーサインよ、結構いい買い物したと我ながら思いますね。これ、どう、これめっちゃいい買い物したね、俺。買い物上手じゃない、俺。どう、いいでしょ、ミスターショッピング
ミスタービストサインのね、ノリもいいでしょ、これ。サムコレの動画でも出しましたけどもね。いやー、ちょっとこれはね、優勢点取りたいですね。ヌートバーね、最近やっとね、怪我から復帰しました。自打球がね、股間に当たるというショッキングな怪我がありましたが、そこから不死鳥のように蘇り、カージナルスを助けております。さあ、そんなヌートバーのルーキーサインの PSA 点だったら、ごついで、9か。まあ、9でも全然。孫に入っとったカードでもやっぱりね、こういうことはあるんで。まあ、全然ええやんです。はい、ここまでメジャーリーグのカードご覧いただきましたか。こっからね、日本プロ野球のカードに行きたいと思います。メジャーは球が切れました。プロ野球1枚目はね、まぁ、ちょっとジャブかましていきましょうか。こちらです、どーん。栗林良治のトップスクローム、ルーキーベースカードですね。いいでしょ、これ。まぁ、これ地引きしたんですがね。ここにね、ルーキーマークも入っております。開幕投手絶不調でしたが、最近ようやく復調。クローザーの座も、矢崎がね、ちょっと落ちてきたともあって、現状今クローザーやってくれております。そんな栗林のルーキー、PSA、テンヌ。テンヌって何なんだ。いや、ええやん。やったぜ。このカードのね、いいところがですね、これ見てください。この栗林のね、グラブのところに。グラブのところになんか青いユニフォーム見えるでしょ。栗林の大好きなね、中日ドラゴンズのユニフォームです。これはね、なかなかいい写真、粋な写真をね、トップ社が選んでくれたなと思っております。栗林ね、愛知出身で中日が好きですって言っとったけど、カープにね、1指名で入ったっていう。で、1年目、2年目はね、中日に相性が良かったんで、ドラゴンスレイヤーなんて言われてましたね。いやー、栗林の復活で、矢崎、島内、ダーリー、栗林の超強力リリーフ4本柱。はーい、続いてプロ野球。こちらになります。ドガーン。これわかりますかね。佐々木朗希はもちろん佐々木朗希なんですけども、こちらですね、3D カードになってましてね、これ。角度で、わかりますね、これ。変わるんですよ、これ、見え方が。これあれです、去年出た佐々木朗希の完全試合記念ボックスから出る 3D カードです。これ良くない？これもね、なんか1500円くらいで買えたんで、あ、これは1枚持ってきたいなって。佐々木朗希の完全試合関連のカードあんまり持ってなかったんで、PSA の 3D カードもあんまり見たことないんで。まあ、ここで実験がてら出してみようということでございます。さあ、何点なんでしょうか。 8! おー、本日初の PSA8 でございます。まあ、ちょっと、なんだろうな。わからんけど、やっぱ 3D なんで、見えないところに傷がいっぱいあるんでしょう、おそらく。はあ、なるほどね。さあ、まだまだあります。次は今一番ホットな、選手のルーキーカードになりますね。こちら。藤浪晋太郎のルーキーエディションプレミアムです。去年ね、聖夜でも出しましたけどもね。聖夜はね、10点取れたんですよ。いやー、そのいい流れに乗って、富士でも10点取りたい。最近今、9月12日時点で4試合連続無失点続いてますからね。いやー、ちょっと頼むマジで。藤浪で、これは取りたい。綺麗な藤浪の PSA 10でワールドチャンピオンリングへ。よー終点来ました。これはもうワールドチャンピオンですわ。今ね、オリオールズね、バティスタっていう絶対的なクローザーがね、ちょっと怪我しちゃったんで、マジでこの先のヒリヒリした戦い、ポストシーズンに向けてはね、藤浪の力が確実に必要になってくるんで、カノと藤浪でオリオールズの後ろは任しとけという感じで頑張ってほしいですね。はい、そしてですね、次のカードちょっと PSA 鑑定において私初の試みでございます。メモラビリアカードを出してみました。それがこちらでございます。ドガーン。ディー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 で、おなじみ中村典弘のね、メモラ金箔サインカードでございます。これね、ここがねユニフォームなんですよ。この星の部分が多分このね、ベイスターズのこの B の上にね、この星があるの見えますか。これ多分ここのね、めちゃくちゃいいとこのメモラなんですよ。最高でしょ、これ。で、さらに白菜も金で持ってると。中村典と大谷のカード1枚絶対 PSA に出したいっていう思いがあったんで、前回サインカードでね、PSA 点取ったんで、今回メモラビリアでね、点取れれば最高なんですが、メモラビリアね、分厚いんで高得点難しいんです。そこをなんとか、暴れん坊将軍のお力で、石川隆を指導しているそのお力で、点 !9! まあ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 、
メモラで9なら全然ええやん。ええやん。まあ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 。いいですよ。まあ2013年の、まあ、10年前のカードで PS9 なんで、十分でしょうが。さあ、皆さんお待たせしました。プロ野球ゾーンもとうとう、次からサインカードゾーンでございます。お待たせしました。まあ、もう今年の3月に出すサインカードといったら、この人しかおらんでしょう。こちらドカーン、ドカーン。スウエカネ翔太の、ルーキーチームリミサインカード、です。いやいやいや、これでしょう。去年のカープのチームリミのデザイン最高にかっこいいんでね。これ買っちゃいました、これは。まあ一応当時の相場で8000円ぐらいだったんですけどもね。ルーキーサインですからね。小野っぽい打撃フォームやめて、ゆとりのある打撃フォームに変わりました。めっちゃ調子いいです。2位3位、2位にとどまり、CS で阪神に向かうためには、末金の長打力、パワーが必要なんです。なんとか、2桁ホームラン、10本乗せて、PSA も10でいいんじゃないか、9か悔しい。いやー、9か、こんなに素晴らしいカードも9か。まあしょうがない。まあ私はまだまだね、末金の球はいっぱいあるんで。この前配信で地引きしたね、エポックのプレミアのサインカードを今度は出そうと思いますんでね、皆さん次回の末金コーナーもお楽しみに。はーい、では続いてもサインカードでございます。そのカードがこちら。こんにちは、錦鯉長谷川正則のサインカードです。はい、来ました、正則さんです。M1 チャンピオンのね、まさのりさんのサインカードでございます。いやー、これね、欲しくてね、PPM セカンド開封したんですがね、危険よね、始球式のサインカードは。当時は頑張って、2万円で買わせていただきました。で、このカードの素晴らしいところがですね、こちら見ていただきたいんですが、まあ、25シリなんですが、ファーストナンバーなんですよ、ファーストナンバー。M1 チャンピオンのファーストナンバーってよくない？もう実質ワンオブワンなんで、もしこれを売るってなったら、ヤフオクの商品説明欄にワンオブワンって書きます。綺麗なやつ買ったんでお願いします、マジで。ほら見ろ、綺麗な顔してるだろ？サインもこれめっちゃ丁寧、これ。あんな多忙な芸能人がこんなに丁寧にサインを書いてくれとるんや。そんな素晴らしいカードが PSA 10じゃないわけないだろ。頼む！ PSA 10！ こんにちは！10欲しかったなぁ。サインで10が取れてないんじゃないか今日。まあ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 、しゃあない。この前錦鯉のコンビでね、久しぶりにザコシの YouTube 出てくれとったら、なんか嬉しくなりましたよ。あのチャーミングのね、再結成ドキュメンタリーに、ドキュメンタリーじゃないわ、ドキュメンタリーに出てくれておりました。野田ちゃんもね、なんかビジネス再結成とかいうのやめて、ぜひねガチでやってね、チャーミングで M1 取ってほしいですね。はい、そして皆さんお待たせいたしました。ここからですね、高額カードになります。なんで鑑定料も高かったです。これ1枚6000か5000しました。今日一番 PSA10 が欲しいと言っても過言ではないゾーンに入っていきます。いきますよ、まず1枚目、刮目せよ。吉田正尚のルーキーエディションプレミアムのサインカードですね。今吉田奈々のサインですが、こういうサインの時があったんですよ。いやー、これどうですか。これはですね、私当時6万何本で買いましたね。で、申告価格は一応7万円にしました。3月に出したんでね、ルーキーで期待が高まっとる頃だったんですで。いやー、ちょっとマジでね、10欲しいな。10欲しいけどね、ちょっとネックなのがね、これ見てくれ、このサインのシールサインなんですけども、これ上がちょっとね、はみ出しちゃってるんですわ。はみ出しちゃってるんですけども、まあ一応サインの評価はね、あのカードの評価とはまた別にあるんで、私は今回そういうサービスをやっておりませんので。いやー、ちょっと10取りたいね、これ本当に。ルーキーサインカードよ、マジで。大谷のこれとか多分えらいことになるんじゃない、多分何百万とかじゃない。ちょっとマジで頼む。カードの状態自体は良かったはずなんですよ。白掛けとか四隅もね、なんかちょっとまあここになんかついてますけどもまあ9、いやでも10、やっぱ高望みしたい。やっぱり高望みしたいじゃない。やっぱり理想の女性はって聞かれたらさ、180cm、 G カップ、いや料理ができて、パワープロもできて、趣味があって、 180cm、 G カップ、どんどん高望みしたくなるじゃないですか。やっぱり男の欲望ってそういうもんなんですよ。 PSA でも一緒、 PSA8、 いや9、いや10億れ、10億れ、10億れ。
マジかおい。10。やば。これはやばい。10取る。わあ。うわー、すげえやばい。今足が震えてますよ。やはりました皆さん。とんでもない。とんでもないぞこれは。ちょっとね、最近ね、ちょっと3割切ってしまいましたが、3割 OPS 8打つ力は絶対ありますので、1年目でそれってすごいから。ウィンズアボブリプレイスメントでね、あんだけ前半不調だった聖夜に負けとるとかいう声もありますけども、1年目で3割 OPS 8打つ打力を評価してください。いい時点でも来年は3割5分、20本 OPS 1打ちは文句ないだろう。そんな外野の声を吉田正尚さん、黙らせてやってください。で、あとね、なんだこのちょっと高いカードの鑑定になるとね、なんかもう最初からね、これクリスタルパックに詰めてあるよ、これ。ほら、わかる、詰めてある、これ、ほら、クリスタルパックにね。菅義偉と吉田正尚で扱いが違うな、PSA でも。はい、では皆さん、泣いても笑っても次が最後のカードでございます。先日、2年連続ノーヒットノーランを達成したあの男ですね。デレデデーン、山本由伸のサインカードです。まあ、ルーキーカードでも何でもないんですが、由伸のサインカード、私これしか持ってないです。泣けなしの1枚今回 PSA 鑑定出しました。このオフメジャーに挑戦するであろう由伸の1枚ね、鑑定に出しておきたかったということでございます。いや、そんな由伸鑑定してくれましてありがとうございます。 PSA 鑑定様、 PSA 社様だけではございません、ファンザ様、プレステージ様にもお世話になっております。ありがとうございます、いつも。まあもちろん10取りたい、10取りたいけど、正直これはね、無理だと思う。なんかこんなこと言って冷めるけどさ。このね、裏面にね、この、わかるかな、右白掛けがね、ちょっとあるよね。ちょっとあるんで、まあ無理かなって、PSA 10無理かなって思ってましたけど、さっきのね、あの、鈴木誠也の裏面のあの傷割りで PSA 9なのを見て、裏面は関係ないと、確信に至りました。これ表はですね、非常にもう傷なし、まっさら、キラッキラでございます、本当にもう。テッカテカのキラキラ、生まれたての金玉のような綺麗さでございます。汚れがない。なんでね、9は狙えるんじゃないかと、あ、いや、あわよくば10もいけるんじゃないかと思っている次第なんでございます。さあ、オリックスバファローズ3連覇、そして日本一、これ以上ない形でメジャーリーグへ羽ばたいていってくれ、そんな由伸の PSA10 取って、このクッソ下品低俗下劣なこのキンキンチャンネルも羽ばたいていこうじゃないか。うお、8だった。まあ8だわな、まあ8だわな、まあちょっと10は高望みしすぎたわな。まあまあまあ、でも8でもね、まあいいですよ。まあ本当は9が良かったけどな。8か、8か、まあ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 、でもね、8ですよ、十分じゃないでしょうか。はーい、 PSA 鑑定3月分開封結果、このようになりました。いやー、まあ大満足とまで言いませんけども、大満足ぐらいはいったんじゃないでしょうか。ちょっと吉田で PSA 点取れたのがちょっと衝撃的すぎてね、吉野くんの8が全然答えてないね。いやー、まあちょっとサインカードでね、10が吉田だけっていうのがちょっと寂しかったけどね。結構綺麗なの出したつもりだったり、まあでもほぼ9だったね。8以下はでき吉野部と佐々木朗希の 3D だけだったんで、まあ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 全然いいですよ。ヒリヒリした9月をね、エンゼルスの代わりに過ごさせていただきました。まあちょっと全部はね、今並べられませんでしたけども、あの素晴らしいカードたちを鑑定していただきました、ありがとうございました。まあまたね、次回も出そうと思いますが、予算は3万円以内で収めたいと思っております。6万はね、厳しいです。はい、まあこんな感じでね、野球カードの開封とかね、ゲーム実況とかいろいろやっておりますのでね、俺のペニスも PSA10 ぐらいセンタリング綺麗だぜという自信のある方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、本日はね、菅義偉スペシャルということでね、約20分間ぶち抜きでお送りしてまいりました。わーわー言っております。5時間です。さよなら。